はい、今日は肩甲骨の動的ストレッチを紹介します。動的ストレッチというのは、2種類あって、1つは、ダイナミックストレッチで、もう1つはバリスティックストレッチになります。動的ストレッチというのは、体を動かして、筋肉を刺激して、関節の可動域を広げる、柔軟性を高めるストレッチになります。筋肉の収縮と弛緩を繰り返して、血流を促進させて、筋温を上昇させます。でバリスティックストレッチっていうのは、筋肉の、反動を使って、弾むようにストレッチをします。例えばアキレス腱とかをこう1,2,3で、伸ばすようなやり方は、バリスティックストレッチになります。で今日やるのは、ダイナミックストレッチの方になります。で肩甲骨は以前説明したんですけど、肋骨の、背骨側にあって、肋骨の上をこう滑るようにいろんな方向に、動きます。で肩甲骨っていうのは、背骨とか上腕骨、肋骨などに、筋肉が付着するの で肩甲骨の動きが悪くなると、体全体の動きにも影響が出ます。で肩甲骨のストレッチっていうのはあんまりやる人は少ないので、しっかりとやった方がいいので、今日の動画を見てやってみてください。はい、では実際にやっていきます。完成形はこうなりますね。どうやってやるかっていうと、1つ目はね、脇を締めます。で脇を締めるときにこう直線的に締めるんじゃなくて、こう回転かけてね、キュッとします。肘が体よりも内側に来るようにして、肩をね少し下げます。で腰をね少し落とした方がやりやすいです。こんな感じ でもう一つは、手の甲を腰につけて肘をね前に出します。この動作を体をひねって手が滑るようにして前に出します。こんな感じで、これもね少し腰を落とした方がやりやすいです。でこれを組み合わせるとこうなりますね。で両手を合わせるとこんな風になります。この動的ストレッチは、すぐ体も温まりますし、肩の可動域もものすごく、良くなりますので、試しにやってみてください。